NHK 紅白ジャニーズ消滅で元金プリ駆け込み出場も気になる平野市の動き。ジャニー北川氏の性加害問題をめぐる騒動により、NHK 派27日の定例記者会見において、ジャニーズ事務所の被害者への保障と再発防止策が十分であるかどうかを判断するまで、大晦日に行われる NHK 紅白歌合戦において、 ジャニーズ・タレントを出場させないことを発表しました。この発表に伴い、元キング・アンドプスのメンバーに関する興味深い動きが広まっています。27日の定例記者会見で、NHK の会長である稲葉信夫氏は、ジャニーズ事務所が被害者に対する保障や再発防止策を十分に実施するまで、ジャニーズ・タレントの新規起用を見合わせる方針を発表しました。 この制作は即日から適用され、紅白歌合戦に現在出演しているジャニーズタレントはそのまま出演を続けます。一方で民放各局は起用方針を再評価する姿勢を見せており、大きな波紋を呼んでいます。NHK の担当者は、ジャニーズ事務所が10月2日に今後の方針を発表することについて、 当然重要な要素ですが、事務所と直接の対話も続け、その内容を含めて判断する予定です。と説明しました。近年、紅白歌合戦には5ケラ6組のジャニーズタレントが出場していましたが、NHK がジャニーズ事務所の対応に納得しない場合、その数はゼロになる可能性があります。 この NHK の方針により芸能界全体が大きく揺れ動いています。ジャニーズタレントの枠が空白となれば他のアーティストにとってチャンスが広がるからです。この状況を利用して電撃的な出場が可能性として浮上しているのがやめじゃにせいです。 元スマップへのメンバーであるカトリーシンゴラーが有力視されている中、元キング・アンドプスの平野市耀、神宮寺ゆ太そしてジャニーズ事務所を退場する予定のキシ太にも注目が集まっています。芸能関係者によれば、 北山博光がジャニーズ事務所を退所した直後の9月17日、滝沢秀明氏が率いる飛べに加入したことから、氏もほとんど間を置かずに飛べに加入し、平野と神龍寺と共に3人で音楽活動を再開すると言われています、との情報があります。氏の介入を待つ平野は23日にインスタグラムを更新し、 キング・アンド・グヌス時代にヒットした曲、月読みと一番の振り付けを担当した有名ダンサーのリー・ハタトップの2ショット写真を投稿しました。また、24日には2ショットの動画を公開し、25日にはショーン・コムズの楽曲、ブロウェイ・チエックを使用して、キレのある息のあったダンスを披露しました。 同様に、リーハタも24日にインスタグラムのストーリーズで、平野仕様団の皆さん、任せて、とメッセージを送っており、音楽関係者によれば、平野は水面下で音楽制作を進めていると聞いています。その動向は大手レコード会社の幹部クラスも中止しており、活動再開すれば獲得に乗り出す可能性も高いでしょう、と語っています。 平野はすでに準備万端の状態です。昨年の紅白歌合戦出場者の発表は通常11月中旬頃に行われますが、今年はジャニーズ関連の問題により、後ろ倒しになる可能性が高い、と芸能プロ関係者は指摘しています。従って、首都との合流後に即座に楽曲を発表し、話題となれば、駆け込みで選ばれる可能性も考えられます。 テレビ関係者は NHK としてはジャニーズ枠が消滅の危機にある以上、数字を持っている平野さんら元金プリ3人を出場させたい気持ちはあるでしょう。と述べており、今年の紅白歌合戦はやめジャニー祭りになる可能性が高まっています。このような状況下で紅白歌合戦はどのような展開を見せるのか注目が集まっています。 今年の NHK 紅白歌合戦は、ジャニーズ事務所の被害者保障と再発防止策をめぐる問題により、波乱の幕開けを迎えそうです。ジャニーズ枠が消滅の危機にある中、元キング・アンドプスの平野紫耀、神宮寺勇太、そして岸優太など、やめじゃに、性の動向が注目されています。 特に平野市要はすでに音楽制作に着手し準備を進めているとされており、急な駆け込み出場の可能性も高まっています。一方で、今年の紅白歌合戦はジャニーズ以外のアーティストにとっても大きなチャンスとなるでしょう。ジャニーズタレントが出場しないことで、新たな才能や音楽グループがスポットライトを浴びる機会が広がります。 そのため、音楽業界全体にとって、これからの展開が非常に注目されています。NHK 紅白歌合戦は日本の音楽業界における一大イベントであり、多くのアーティストにとって夢の舞台です。今年の紅白は過去に類を見ない状況に直面していますが、それゆえに新たな才能や音楽の可能性が開花するかもしれません。 我々は今年の紅白歌合戦が音楽ファンにとって楽しみな瞬間となることを期待しています。様々なアーティストがステージで輝き、音楽の魅力を共有することで未来に向けての希望となることでしょう。